こんにちは。即課塾の久保です。毎日お勤め、お疲れ様です。あの、やっぱり一日に10時間とか12時間とか皆さん働かれてると思うんですよ。で、1週間に5日から6日、そういった勤務がありますよね。その中で、まあ、給料はなかなか上がらない。そして出費はかさむばっかり。どうにかして副収入をプラスアルファで上げたいなと思っても、ちょっとこの状況ではね、なかなかまとまった時間を作って、 新しいビジネスやら、投資やらに打ち込む時間ってなかなかないと思うんですよ。まあけどなかなかないとは言ってもね、その中でも苦しいけどもチャンスを見つけて自分の収入を上げて自分の人生をさらに豊かに構築しなければなりませんし、もっと言ったらね、豊かに構築する以前の防衛のためにもうちょっと稼がないと、これからの値上げや増税にとてもじゃないけどね、耐えられないんじゃないかなと。そんな不安をお持ちだと思うんですよ。これをですね、 もう去年、おととしの方に強く感じて、ま、あ即可塾の中で、サラリーマンユーチューバー j としてですね、スタートした、そういったユーチューバーさんがいらっしゃいました。もちろんその時に、初めて、まっさらの状態でサラリーマンからスタートしました。そして1年前はですね、あれやこれやとやる中で、ユーチューブの動画放送もするんですけども、同時に、ま、あ仮想通貨でね、副収入をということで、ま、あいろいろと、頑張っていただいた結果、 230万円の利益確定をすることができたんですよね。サラリーマンとしての収入があって、プラス230万。これって結構すごくないですか今、サラリーマンの平均年収が420万と言われてますし、もちろん、年代によってもね、役職によってもお給料変わると思いますけども、仮に420万だとして、230万がプラスされたら、650万になるわけですよ。これすごいことですよね。もちろん、 仮想通貨の利益確定なんて、毎年毎年コンスタントに200万300万あるわけではありません。ところがですね、この J さん、昨年は230万の副収入だったんですけども、今年はですね、なんと、チャンネル登録者1000人を突破して、YouTube でも稼ぎ始めることができるようになったんですね。こちらをご覧ください。はい。ご覧いただきますとね、サラリーマン YouTuberJ さんの動画が出てきます。チャンネル登録。はい。1060人でしょそして、 バーッとサムネイルが見えてますけども、最初はこんなね、綺麗な統一感のあるサムネイルは当然ですけども作れなかったんですよ。でも、YouTube を活動するに従って、サムネイルが大事だよと、タイトルが大事だよっていうことを繰り返した結果、こういう風に人気の YouTuber さんになってきたわけですよ。再生数見てみましょうか。まあ、政治ネタを扱うことが多いんですけども、こちら。1ヶ月前の動画で8.8万回再生されてます。これからも伸びることが ま、期待されますんで、10万回を突破するでしょうね。次。これは2週間前です。あ、橋本徹さんが出てますね。こちらを取り扱った動画。うん。かなり再生されてますね。はい、次です。これも、令和新選組の山太郎さんですか。印象深い、そんなエピソードでしたね、これね。1ヶ月前で1万回。まあ、これも1万回。高井隆さんといえば、この前ね、私もお話しさせてもらったんですよ。 えー、ちなみにですけどもね、まあ、速下塾の中では、この、令和新選組の高井隆橋さん、まあ、いつでも来て話してくださるそうなんで、希望の方がいらっしゃったら、高井隆橋さんとね、ま、あ、私で取りまとめますので、えー、対談をさせていただければと思います。なんか、チーム対談でもいいんですね。10人、20人でも大丈夫ですから。あ、ちなみに高井隆橋さんが必ず来るというわけではなくて、もしかしたら山本太郎さんになるかもしれません。はい。えー、次です。<laughs> えー、この動画もね、1万回ほど再生されて、すごいですね。うん。 はい。こういうふうにですね。1年目、2年目。今、サラリーマンーチューバー e j さんは2年目のフェーズに入ったんですけども、順調に副収入を、こうやってね、毎年毎年、ゲットできる、そんな世界に入ってきました。YouTube の広告収入がつくとどういうことになるかっていうと、どんな動画を上げても収入になるんですよ。それこそ5秒の動画、10秒の動画、1時間の動画、どんな動画をどんなテーマで上げても、それは広告収入につながるということなんですよ。 だからここから本当にね YouTuber としての副讐をどんどんつけていただけるんじゃないかなと思いますさあでもどうやってここまで来たんでしょうか本当にねはっきり言って素人まっさらなサラリーマン YouTuberJ さんですよ今2年目をやってますけどももうこうやって何百万単位で収益になってるわけですよねこれが YouTube なんですよ今度ね J さんがもしねこの動画を見てらっしゃったらぜひその辺のコツをですねまだ 皆さんの立場に近いところからアドバイスしていただけるといいなと思ってるんですけどね。まあ私は YouTube 始めてもう10年経ちますんで。私の言うことはちょっとね、あのー、もうレベルが高すぎるよとか言われてもいけないんでね。はい。じゃあ今回はサラリーマン YouTuberJ さんというね、おそらくこの動画を見てらっしゃるほとんどの方と同じ立場の、本当ね、中小企業のサラリーマンの方が YouTube で収入を上げてるよってことなんですけどね。こちらの方聞かせていただければいいかなと思ってます。 じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。